木南が最後の最後で失速した理由点点点。木南大失速したな。WRC プラス、大山164、佐藤155、近本142、中野102、ノイジー86、木南84。疲れたら落ちるのは分かってたことやからな。むしろ優勝するまでよく保たせたよ。よう保ったよな。正直もっと早く落ちると思ってたけど、なんとか最終盤まで2割8分でこらえたの予想外だった。結局一番最後で脱落したけど。1年くらいは確変続いてほしいわほんと。怪我せずエラー少なく試合に出続けてほしいね。つくづく鳥谷は偉大だったんだな。来季も小畑と競争だな。優勝してからも使い続ける方が悪いで、試合感優先なんやろうけどな。木南の場合は休養の方が必要やったみたいやね。まあ来シーズンはまた小畑と競争でしょ。大山も里輝もキャリアハイやな。岡本でもなんなら大山でも WRC プラス150超えたの今年が初めてやと思うけど、里輝早くもここまで来るとは。やっぱり大山佐藤近本のチームだな。木南は落ち着いたしノイジーはいらんよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。